8番天空でいきます。止まれ。怖っ。はい、よし、うまい。よしよしよし。皆さんこんにちは。こんにちは。EGA トーナメントプロの刺身です。こんちゃんです。今日はこの2人で六国ゴルフクラブ東コース中コースを攻略していきたいと思います。それでは始めましょう。434。これ長いけど打ち下ろしやから実質は20メーター打ち下ろしやから410ぐらいの計算だから。そうね、右のあの OB が気になるわ。またグリーンちゃんじゃないの？誰ですか？おお。ここは結構いいね。右の OB っぽいところ、うん、出てきてるやん。うん、あの林みたいな、うん。あれで280ぐらい。了解。右のそこの T 245。左が合うかな。これ。ちょっとロケーション的にあんま球上げたくないんで、ちょっと久々のスピンガーちゃん。キャリー150からのラン200。350。それでグリーン届くや。じゃあ、よし、完璧。OK。よし、いいんじゃないですか。アプローチ。ドライバーアプローチ。スプーンで。わ、スプーンと。刻み。刻み。よいしょ。いや、いいんじゃない。あ、謎の右キック。いや、日頃の行い悪いな。何してるの日頃。今日は、今朝はあの一方通行の道を逆走して、はい、でそのままあの信号を3つ無視して集合場所に集合しただけ。軍国なわけ。これはもう多分な、命3個ぐらいなくなってる。だそれだけ。やめてね。嘘ですよ、皆さん。嘘ですから。あの、冗談なんでね。冗談。あの、何も信じすぎないよ。信じすぎは禁止。信号無視。今、情報社会なんで。信号無視3つだけっす。いやいや、それが嘘や、言う。ほぼ犯罪やろ。あれ、今の刻んだのは、その OB に行きそうやからですか。いや。あの右の OB もなんですけど、はい、球曲げたくなくて、あちょっとドラちゃんがね、今日ちょっと暴れてますよね。ドラえもん、ドラえもん、好き放題飛んでる。自由ですね。自由、まるでボンちゃんかのように自由に行ってるな。サラは自由に飛びたがる。でも飼い主見ますね。自由人やからな。気をつけよう。いやでもやっぱスプーンってなったけど、やっぱこうちょっと気持ちもね、あんま振りに行かないからいいっすね。うんうんうん。え、多分僕自分のスプーンとドライバー、多分スプーンの方が飛ぶんすよ。そうだね。ドライバーいない。格好です。あ、格好で入れてます。なるほど。見栄えでね。見栄え大事だよね、やっぱり。はい。うわ、またちっちゃいね。いやにしてもいいコースや。長いね。長いよこれ。まあ434だからな。173。あれ6で7フルでもいいんですけど、7フルやとこうフック強くなってあの木が気になってくるんですよ。そうやな。6カルで。俺は全然気にならんけど、ボンちゃん気になるやろ。6押さえで、でもね、外したいんですよね、右に。ああ、まあそれはな。まあでも状況的に厳しい。来る？ポンちゃんのフェード。6カルフェード。おお。おお。イヤホー。アザ。
おお完璧あざっすナ、うん、めっちゃええとこ落ちましたね、うん、カラーのグリーンギリ手前のあのちょっとギャラカメのところにここしかないとこ行ったしとったっすナイスオンあざこれはでかいねこれいい一打やな今の精一杯のまっすぐを打ちました精一杯のまっすぐだけどもう日当たるかもだけどでもいつもあれ何かと当たんないですよねそうなんですよねでもちゃんとそれ計算済み計算済みあさすがっすねあんだけすごいドローヒーターってやっぱ全部計算してんねんなやっぱしてないと打てないですよねあれはあかっこいいなあざすごいな5秒したら打つ来ました125あざあざ入るやん入るわもう1カップでいいかなうん断続き拾い上げ切らずピッチングでゴーゴーいけさあ手前からよゴルフは手前からよえ狙ってましたよあれであれでいいと思うダフったのえいやダフってないんですけど先っぽ当たりましたいやちょっとあれやなちょっと今ちょっとまだ回転しますね乗りながらあ、はい、なんでいくかな、なんでなってしまったのか、まあ、皆さんにちょっと説明したいなと思うんですが、はい、この前の CM でお願いします。どこもないか。あ、ないですか。すいません。まあ今日グリーン硬いじゃないですか。はいはい、でちょっとこうまああれ絶対止まるんですけど、あんなピッチングで打ってるやつとか、うんうん、でちょっとこう止まらないっていうのを考えすぎて、うんうん、でちょっとこれは突っ込みすぎたらあかんなっていうどっかでこう。思っちゃった結果、そのあんまりこう突っ込めず、だからメンタルスポーツなんやと思うわ、うん、なんか野球とかで相手のリズムでやられたら、うん、そういう気反応する前にもう打たんとあかんみたいな、ねうんうん、でまあいやちょっと、まあ、もう単純に言ったらもうちょっとビビってもうたんですよ、うん、あの奥こぼれたりするのね、はい、でまあピッチングでその調整しなあかん距離やからなおさらなんですけど、うん、さあややこしいことになってしまいましたですがしっかり寄せていきたい今日は転がしのアプローチは絶対通用しな、しないと思います60度でチャンスが少ないよ、今日は絶対俺の唯一のチャンス逃したセカンドから逃したチャンス絶対少ないからな、ここ入れるときに入れとくおガシャンうえいっ強気やったなかっこいいな、なんかあざまぶしかったっすビビってない、うん、よっしゃいナイスだよしよしリアイスだ言うてむずいホールないかな、ここうん、まあ、ティーショットが良すぎただけに なOK ナイスよく耐えましたいやナイスそうやったな今の、まあ、あれが入るか入らへんかもうその日のちょっとなんていうの運みたいなところもまあありつつでもラウンドしてたら分かってくるじゃないですか今日なかなかピンつかへん感じやなってなってきたらもうあの距離入れていくしかないもんそうやあの距離ワンランで数回入ってくれなみたいなでもあれを入れない入れないって思いすぎたら、うん、どんどん自分の首絞めていくからね、まあ、今はなんか僕のあれでもちょっと強いもんねそうやね
もうちょっと入れる、入る時っていうのはほんのちょっと強いぐらいやから、うん、何分でも限度があるから。まあでもナイスパーですよ。ナイスパー。うん、このホールほんまにティーショットは僕らの、まあ、僕の方が方向的には良かったかな。ボンちゃんの方向やとちょっとドローヒーターの方はつま先上がりの右の木が邪魔になってくるんで結構難しい。見てたね、あの右回りは、まあ、普通にグリーンちっちゃいからむずい。実力って感じですね。202ヤード、202ヤードのフラット、このグリーンのね、A のとこ見たら傾斜が強そうな感じを書いてるんで、手前からやね。手前目、ピンより手前目の距離感でどのラインに打っていっていいかみたいな感じやね。195か。まあオーバー覚悟でいこうか。もうおっ、これは勝負。ちょっと後ろから序盤でいきます。もう距離落としてるから多分ちょうどいいと思う。どこ？バンカーか。バンカーやね。僕も5番で。はい。まあ、僕は5番フルですね。190しか飛ばないので。195なんですけど190まで。185でもいいかなぐらい思うんですよね、僕は。おい、やっぱあれや。え？上げてんかな。なんかな、その最初この辺通ってるボールの音がなんかすごい風切ってたんや。うん、上げてんかな、ちょっと今のは結構いいと思ったよ。僕もペラったけど、まあまあちゃんと芯に当たってたんで、うん、バンカー超えるかな思っててんけどな。あっかん、これだるいよ、ちょっと待って。ボンちゃんの刺さってたらやばいけどな。ただでもなんかちょっとポジティブな面言うとしたら、うん、多分やけど右手前からの方が上りな気がするんだよ、うんうん、これね多分奥からやったら絶対止まらないと思うんだ、うん、で左からも多分むずいしショートサイドやから。でも グリーン硬い時にやっちゃいけないのは多分ショートサイドに外すことなんですよ、うん、なので、うわやってもうたな。でも今回はでもしゃあないかな。いや、もしかしたら僕右手前バンカー結構手前やと思ってた、思ってるんですけど、意外とグリーン横ぐらいまで入り込んでる近い可能性あるね、うん、それやったらちょっと納得いく。185ぐらいでもいいかなと思ってるから、芯には当たってないんですけど185はいってるんですよね。なるほど。おおおお、よかったな。褒めてくださいみたいなライン。俺の方がいいか。どっちからもある。ちょっとピンの根元が見えないのがあれですけど、上りにはなるんで、まだ左に外すよりは止めやすいかなとか、しっかり踏んでいきたいと思う。ビビらずに。悔しい。これ直接ボールに来そうやったな。え
か僕らのこの今2人のこのライやったら多分結構球上げれるライやったんで、キャリー勝負っていうイメージをしとかないといけなかったんですけど、ちょっとこう転がるイメージを出してしまいましたね。うん、がまあこうやってちょっと2人とも手前で止まってしまったこんな感じでしょうか。ここはそんな感じです。でアプローチでゆっくりしてよかった。フリだけさせてください。フリ出してください。自由ですから。あがんめっちゃ打つぞこれ。行くださいよ。入って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 。やっぱ神様じゃなかった。実力やった。まあ、あそこにいたのにも理由があるからね。出た出た。ここに来たのにも理由があるから。いやそんだけ強くやったら。いやパーボギー、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 パーボギー。いやこれ脱出したい、このループなかなか難しいな。なかなかむずいね、ここショートホールがこのグリーンの硬さで、なんてやっぱグリーンの硬さで半端やからね、グリーン。あーこっから頑張りましょうか。頑張ろう。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いつも見てくださってる皆さんありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。